こんにちは、ブルーホースです。やっていこうか、セパレートウェイ、ゼーダネさん、おー、美しいでございます。そのお尻をなでなでしたいでございますね。まあ、そんなことどうでもいいですけども。はい、ちょっと出遅れましたが、やっていきましょうか。プレイ自体はですね、販売日の翌日にやっております。ちょっとアップロードの都合上ね、まあ、リベレーションズの方もね、アップロードしてたっていうところもありますから、あ、それが終わってからね、やろうというところで、多分上がる日は24だか5だか6だか7だか8だか、いつだっていいわ。はい。ということでね、もういろんなね、プレイヤーがね、もうすでにクリア動画とかっていうのを出しているところではあるんですけれども、まあ僕は僕のね、ペースでやっていこうかなと思います。もうクリア動画を出しているっていうのを YouTube で確認はしつつも、僕は全くね、なんだっけ、カプコンが出している公式のね、DM じゃねえや、ダイレクトメールじゃねえや、なんだっけ、まあプロモーション動画か、しか見てないので、はい、実際の中身がどんななのかっていうのはちょっとわかりませんが、このゲームモードは、獲得。なんかめっちゃ進んでたぞ、今でしょ。で、ニューゲームエキストラズ。コスチュームやってたし、まだね、ないからね。じゃあ、ニューゲームやっていきましょうか。知りたくないよー。まあ、スタンダードでまずはのんびりやっていきましょうよ。適度にね、こなせるモードでやっていかないとね、いけないですからね。で、あと、なんだっけ、そう。RE4 ね、前もご覧いただいたかも、とにかくバグり散らかしてて、パソコンがもうね、悲鳴を上げ続けているっていう状況になってるから、まあ残念ながらね、もしかしたらまともにプレイができない。まともにプレイができないっていうのは、その標準を合わせたらなんかもうあさっての方向向いちゃったりとかっていうのがあるので、私個人のイラをお見せしたりとかね、皆さんもね、なんでそんなところに標準合わせんだよって思うかもしれないんですが、すいません、パソコンが限界なんです。誰か私にパソコンを買ってください。ぜひお願いします。節操のね、スタートでございますね。さあ、じゃあ今からベラベラ喋りながらやっていくから、まずはコーヒーをぶち込む。ターミネーター、あ、しまった、やっちまったな。まさかのね、モッドを入れた状態からやっちゃった。あー、殺食残酷。これ多分ルイスだな。おうおう、ボイン姉ちゃんいるじゃん、白装束。多分あれだ、 お色系な感じの。いやー、ちょっと待って、スタートはすごいかっこいいんだけど、まさかの骨が踊ってるっていうね。これあれです、ターミネーターダークフェイトに出てくる敵役のターミネーターのマシーンの方だね。やっちまったな。ちょっと待ってね、ムービーが一旦終わったら、もう一回やろうか。じゃあちょっと待ってね、一旦じれったいけど、もう一回このムービーを見よう。ちゃんとしたルイスでね。あ、でもエイダどんな格好にしたかちょっと覚えてないから、そこまで見たらやるか。あ、まさかのこれエイダ。あ、ダオーリで今までの作品と違っておっぱいでっかいなと思ったよ。なるほどな、やっぱりその巨乳はエイダだったか。なんとなくそんな気がして。これ以上はお見せできないわって。あれ、こっちのエイダ普通だな。あれ、俺エイダー。そっか。歯に刺さっとんねん、もう。You know how I feel about being tied up. OK、じゃあ、ちょっと待ってね。ちゃんとしたルイスでもう一回やろう。一旦カットする、カット。はい。ムービーの続きは後ほど。いやー、湿気。まさかのね、モッドで遊ぼうっていうのを仕込んでたのをそのままにしてて。やっちまったな。いや、まさか骨が踊ってるって思わなかったでしょ。あー、戻った。よかった。ちゃんとルイスだ。これで最初はプレイしてね、後でいろいろあと遊ぶんで、ネタバラシしちゃってんだな、俺。やっちまったな。さあ、まあじゃあね。まあでも2回目だからな。結局こいつらこういう儀式で、なんか一般人に巻き込んでルイスも処刑しようとしてたって言うけどさ、まあなんか、相当だからあれだよね。サドラーだかサラザールだか小物なんだ。ああ、うん。まあなんだっていいんだけどさ。さあ、大きな。あとこんな武器持ってたっけ？まあいいや。とりあえず、これなんだっけ？
タンゴ、うえー、あとかっこいいな、骨が踊るよりやっぱり人間が踊る方がかっこいいな。トレイってやったね、スペインといえばね、情熱の、ういーかっこいい。あー、随分と、お前もさっきの刃物、ナイフで、ナイフなのか、あれはナタなのか、ボッコボコにされたのかもしれないね。あれ、兄弟って、そんな意味だったっけ、うん、さあ、開けて、出てきて、目がいっちゃってる。てか、そもそもさ、あれだよね、拘束しとけよっていう話とか中でさ、ね、もし抵抗されたらどうすんだって話だったよね。今完全に、おら、やるかっつってさ、ね、なんだっけ、井岡さんみたいな感じ、井岡だったっけ、なんかよくわかんないや、うん、あの、長谷川穂積でいいや。10年くらい前の。いいなぁ、腰抱きてぇなぁ。こんな感じでそのヒゲがいい具合に生えてくれてるな、ほっぺたのなヒゲがな、ダサいからな私はな、いいよね、お、いいね、タバコ。あれ、ちなみにこれってどっちなんだ、あのレオンに捕まっちゃう、じゃレオンに助けられた、それともいや、これは多分あれだな、レオンだから、もう一回捕まんのか、ルイス。まあまあまあ、それはな、あの、紐解いていくか。My pleasure. おお、始まるのか。この死体は、あ、撃てないのね。一応人っていう判定があるんだ。おお、近くはないが安全なところだ。え？あー、これ戻すの忘れてたー、救急スプレーはい。あの、コカ・コーラに変えてみました。あの、飲むと逆に体力がなくなっていきそうな気がするけどね。え？あー、これがさっきある程度。あんなものどうする？ I don't know. 私も知りたいわ。で、地図、チカロ。おう。あ、また随分広いな。おう、拷問器具。あ、ちょっと待って、拷問器具。ああ、ここに。あれか、下。あ、こいつは撃てるのね。ちょっと待って、勝手に進まないで。怖い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 。待って。おう！え？あ、え？あ、ここあれか。はい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 。で、こっち行くと、下でガラドールがグオーとかって、あ、違う、間違えた、動物だ、動物園だった。こっちは行けない。It won't open. で、すでに、こいつは、もともと死んでたと。はい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 。あ、ごめんね、ルイちゃん。で、拾っておこう。いやー、でも本編でかなり弾がさ、枯渇してたからさ、これもどうなんのかな。うい。あ、走れとか。え、ちょっと待って、ナイフの持ち方が随分乱暴やな。で、こっちは、そもそも、あれ、ここ棚いっぱいあったのにな。棚とせやったのに。で、ていていあれ、ちょっと待って、今のでナイフの耐久力。あ、まあ、いや。すあ、がががい。もういるぞ。いるぞ。たくさんいるぞ。ニーキンが、何脱走したやつがいる。Alright?Understood. めっちゃバレバレやと思うけど、この時点で。よし、じゃあ行きやっしょー。え、これどこ、鼻息あれえな。わあ、おちんちんサービス。Up you go, Luis. さよなら。あ、これって自分で登っていけってこと？え？あー、バレ、いきなり、右腕と、左で？どっちだっけ？もうすでになんかちょっと若干うるせえ、さっさと行けーって思った。おお、どういうことどういうこと。おお、テテがおちんちんになってきてる。やばい。お茶の教会だよな。あ、はいはいはい、わかる。ちょっと待って、雑魚敵でもなく、いきなりボス戦な上に、こい、嘘やん。しかも雑魚敵までいんだ、やばいやんこれ。おーおーおお、あ、なんだ、ただのムービーシーンか。よかったよかった、かっこいい。ふいふい、すげえかっこいいな。あ、倒れた。あ、終わり？え、嘘？左腕の方が超強いじゃん。と思ったか。おはようございます。いや、撃てよ。撃てよ。おお、何？爆発する？うひょー、来たね、来たね。あ、今のでもしかして感染した？今ので感染したのか。右腕。嘘か、しかも戦うのかよ。嘘やん。おー、やばい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 や
戦。おっ、回避できない、回避できない。ロッテロトッポ、うっそ、いきなり。それは知らんかったな。ほっ、あ、いたちょ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 、E とスペースを押すのが難しい。おお、やった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 。これでこれで近、ああ嘘やん、近づいてキックしようと思ったのに。お前右腕でもさ、左腕と違って全然あれやな、柔らかいな。あ、終わり。おお、目覚めですか。なんかすごい目覚めてきて、ええ、あ、びっくりした。ちょっと待って、本物どれ。なんかすごい分身してる。お前か、違う、どれや、どれ。なんかめっちゃ生えてきてんねんけど、下から。嘘、え、あ、分かった、え、違う、お前かー、お前だったのか、ブルータス。おお、痛い、ブルータス。オッケー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 、見つけた、バウンジュー。もう目を離さないわ。後で拾ってやっからよ。あれ？違う、どっちだ？あれ？どっち行った？おーって、え、嘘！え、なんか急に場所移動してへん。違う、あれ？本物？違う。ちょっと待って、数多くない？しかも全部触れれるやん。じゃあどれやねん、本物。やばい。視界が。でもあんま意味ないのか。弾がね、そもそも弾がね、ちょっと待って、弾拾いに行こう。弾、拾って、サブマッシ。ちょっと待って、視界ぼやけすぎじゃない？お前か？違うね。あっちの方に逃げたらなんかあるか、うわ、視界が。ちょっと待って、なるほど。こうやって減らしていけてない気がする。お前本物じゃー！オッケー、倒した！ブチ！俺らなめんな！巨乳なめんな！溶けて、お前も幻覚実は。あ、幻覚、だから柔らかかったのね。プニプニサイズだったわ。そして何も言わないんかい。あれ？でもさ、初めの時点でこうなってたからさ、右腕、あれ？あ、初めて会った時から削れてたっけ？これ、後付け？というか、やばいな。いきなり弾が。あれ、弾なんか10発拾ってる。ちょっと待って。アイテムがどこにあるかとかする。ちょっと待って。いきなりボス戦ってやばくない？よし、じゃあ、ちょっと待って。こっち開いたんだったら、こっちから行けるでしょ。ね。ランウェイ。誰が閉めたんだい？お父さん怒らないから出ておいで。うっそーん。そうか。オッケー。まあ。で、ここに武器商人はまだ店じまいだったと。まだ開いてなかったんですね。すいません。で、よいしょ。あちょ。キックがかっこいいな、いちいち。やばい、咳が出そう。あ、もうアイテムは特にないかな。なんか上でか、まあ上のキーキーと、あ、ちょっと。はっ！見えてる！もっと明るいところで見よう。これ、だって普通にこの角度だったら普通、あれか、ノーパンなのか。そういうことだよね、結局ね。ああ、ここまだあれだ。Control, come in. ああ、出た。アンバー隠した。今、手に入れた。はい。Control, do you copy? I'm listening. Go on. あ、お前、しょんべん言ってたやろ。We ran into お前だけずるいぞ。俺だって漏れそうやろ。And?このさ、で、どうリカバリーするつもりだっていうシーンをさ、えって、間違えてるあのコメントとかってさ、そんな、ウェスカーが、えどういうことみたいな、確認するわけないやんっていうね。あいよ、見晴らしのいい場所に移動する。あ、これか。いいな、このコンタクト欲しいな。これがあったらあれでしょ、シフトなんだ。はい。これであれでしょ、なんだっけ、フリースロー 100% 外さないで済むってやつでしょ。確認、あ、めっちゃいるわん。うわ、透析機、これでスペース、物騒なものがあるわ。声あれだね、マシになったね。声がマシっていうか、その喋り方の癖っていうか、うん、あそ
これ。屋上ステージ到達できるはずだ。はい、で下になんかあるわね。なんでわかるの？超能力エスパーか何か。めっちゃいるなぁ。こいつらを全部あれか、スニーキングしましょうみたいな、そんな感じ。こんな赤色で目立ってたらあれでしょう、バレるんじゃね。アンバーが2匹。はーい。分かった。はいはいはい。まあちょっと弾が怖いからね。女には女のおっぱいを当ててぶっちゃーしまい。ごめんね、やかましくて。スローリー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 ス。今です。おしまい。あ、ナイフ結構耐久力高いな。ふん、待って。あ、特にまだ大丈夫。え、まだいる？燃えれ燃えれ燃え燃えピッピ燃えピッピ。ういー、来た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 、バラ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 。めっちゃスケベそうな声してんなお前。スケベ隊長。オッケー。で、アカンパウダーね。あ、溶けてなくなった。そうです、人は溶けてなくなるものなのです。こっちはいない、こっちも森ネズミ、ドブネズミ、どんなかっちゃ。よし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 、今です、ドリア。うっ、え、一旦こっちまで来ておいて、お金があるってことはやっぱこういう今回武器商人で買わなきゃいけないんだね。で、敵はどこだ、ここは。あー、塞がれてる。誰かがだ開けるってことなのかな。あー、下歩いてるやつがいるな。ちょっと待って、なんかあの下からチャリ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 聞こえてくるんだけど、え、声が聞こえてくるけどここにはいないってことだね。下やんな、下やんな。今おったらもう俺も発狂すんねんけど。ちょっと待って、あのすでにもうマウスがやばいことになってる。こっちは、あ、あ、やった、高っ、ごまだれー。あ、いいね、よいしょ、金金。今回アタッシュケースは普通のあれなんだよね。いいね、金で、マップで、あ、ハーブ作る、あー、そういうことね、はいはいはい。で、ノーデータ。あ、ちょっと待って、なんかあったぞ今。無線、ああ、無線か。ウェスカー。はい。ションベンから帰ってきたウェスカーやな。トイレ行ってましたっていう。こっちは行けるのね。行けると。ガンパウダー。え、こっちはこちら。行ける？まあ。ほい。向こう側にいるとかない？踏んでるし。ああ、これはもうそこでやっとこうか。小さいなぁ、アタッシュケース。あ、こっち行け。あ、ちょっと待って。やばい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 。始まってる。タクティカル。これまで数少ない任務で生死を分ける差となったナイフ。エージェントにとって不可欠。これまでの作品で出てきたことってあったっけ。あ、いない。いいもの見つけた。でもこれ上にポイってあげてったら大変なことになるんじゃない。あ、よっと。あ、すげえ。もう手に入るんだ。じゃあ、パーツを、はめはめして、あ、違う。俺はもう、遠慮なく勝手にやるよ。じゃあ、そりゃバレるよね。そりゃそうなる。あー、なんか発動してる。やばいやばいやばい。こっからはもう、おー、ほんもー。なんとかあれをしないといけないから、こっちに行くだす。どっから来る。あ、ちょあいつか。発射。オッケー、一発来て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 。あ、取った。あ、なんか届かないんじゃん。じゃあいいや。ほい、発射。おお、なんかすごい来てるぞ下から。オッケー、一撃で、あっち。ほい、発射。
っと待って、こっちから来てるよね。来てる。これはグロい。これはグロい。やばい。女邪教徒、ハイエ。発射！爆風スランプ。おー、姉さん。あ、うそやん。おぶれ、あぶれ。お姉さん、私の、え、あ、はいはい、命令が、え、待って、硬くない？ちょっと待って、あのね、まともに操作ができなくなってきている。よし、これでクールダウンできたかな。弾5、あ、サブマシンガンと、はいはい、作れることは確認。あ、あれ投擲系は作れないのか。あぶれ、おう、ネクスト。あ、てか待って、回復してないんじゃん、一回も。ほい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 。あ、きゃ、甘いわ。あ、もっちょー。あれ、あいつ、うまいな。甘いわ。あ、でもこれで倒すとあれなのか。アイテム出ないな。なるほどな。うまいことできてる。だからアイテムごと砕け散れみたいな感じになってるけど。いける。あれ、砕け散っちゃった。おーい。先にこっち壊しといてあげたら、レオも楽なのにね、お姉さんようこそウェルカム。なるほどね。やっぱ楽したらダメよってことね。あ、でももうないね、投擲。じゃあ行こうか、先。これで合ってる。これで合ってるかもしれないね。よし。じゃあこっちから。降りていこうか。よいしょ。おお、あった。なるほどな。まさかの城から始まるんだね。何ちょ。あ、そういうことか。あ、ちょ、行かないよ。行かない。もう一回降りる。シフトで走るからさ、シフトで上がるっていうのが、ねえ、G とか X とかの人いたっけかな。ほんで。よし、こっち行こう。ほい。ああ、はいはい。ああ、なるほどね。あ、ちょっと待って、下なんかあった。まあいいや。とりあえず、ほいっと。ガンパウダー。これなんか、取り忘れ的なあれはないのかな？うん。なんかいきなりクライマックスみたいな音楽流れてるとこれね。キュッと。おー、なんかいっぱいいる。やばい。あー、あった、飛んできたー。ちょ、まだ知りたくないよ。ギリギリ来てたよ。ギリギリ崖の上に。ほい。で、どっから投石飛んできた。右上ね。はい。オッケー。発射。よし、オッケー。ヒュー。甘いな。貴様ごらごとき。よいしょ。オッケー。左回るのね。左回るのね。安全には安全を飛んできてる。 Nothing personal. Nothing fine. お気の毒様。で、これで OK かな。よいしょ。あ、なんか、出た。ほい。あ、で、ここであれか。そもそもあれか。なんだっけ。生きてたら、フックショットで近づいて、ボッコボコにしばいて、みたいな、そんな感じだった。OK。よし。はい、お金拾って、あと、あ、え、やった、ルービー。なんか誰かおしゃれな人がいたのか。で、こっち進んで、あ、出したポイント、そこね。なんかもっと見たかったけど。ああ、よし。じゃあとりあえずここは生きてる。がっつり生きてる。あいつ追いかけてくんのかな。うえい、気に入った、俺の嫁にするって言ってそう。ああ、チャプターエンドなの。ああ、あれ？なんか、意外と短いな。おー。はい。ありがとうございます。ということで、僕はですね、まとめて一気にやっていくっていう感じではありませんので、一旦チャプター1区切りがいいというところでね、終わりにしたいというふうに思います。まあ、コカ・コーラもね、まあ、コカ・コーラに関してはあれだな、アイテム枠が逼迫しそうだったら、あ、やめ、預けていくことでしょう。あ、ちょっと待って、チャプターリザルト。
またツアーの始まり、ボンバーガール爆発で10体倒す。ボンバーガールなんか言い方よ。あ、チャプター短っ。これ何チャプターくらいあるやろ。5、やっぱ本編としてだと5かな。うん、まあまあいい感じじゃないでしょうか。はい、じゃあね、エイダ姉さん巨乳バクバクの旅、イークマから始まっていきますんでね、明日以降もぜひお楽しみいただけたら幸いでございます。では一旦この辺りで終了とさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。